さあ、まずは、ウェルカムジュン、ギャラリー、ドームジュンです。はい、ということで今日はですね、はい、フレーガのデッキ3つ目の紹介なんですけど、はい、メタメタデッキって書いてあるんですけど、はい、こちらですね、はい。メタメタデッキ、まあ、どこから来たんですかって話なんですけど、遊戯でメタビーっていう、相手をメタル、あれ、メタル、なんてだっけ、あれ。メタビーっていうデッキがあるんですよ。はい、なんでかちょっと忘れちゃったけど、相手がやってきたことをメタルっていう意味なんですけど、そう、相手がやってきたことに対して、なんだろう、何かをやるっていうデッキで。で、かつ、しっかりとね、攻めるとか攻めるというデッキなんですけど、はい。こちらの方をね、紹介していきたいと思います。で、こちらですね、まあなんだろう、いろんなデッキ見ました。いろんなデッキ、その、うまい人が使ってるデッキを見たりとか、あとはなんだろう、まあ、やっぱりなんだろう、みんな記事とか書いてくれて、で、なんかそれでなんかこうやって使うとき、こうやって使えば強いとか、なんかそういうこと書いてあるんですけど、まあそういうのも見ながら、まあちょっとね、あれっていうか、なんかこのメタデッキ合ってるよね。そう、作ったっていうデッキですね。はい。まあちょっと被っちゃってるかもしれないですけど、その、作った人と。まあただ、なんか、いろんなところから情報集めて作ってみたって感じですね。はい。で、はい。じゃあ、とりあえず紹介していきたいと思います。はい。では、やっていきましょう。はい。ということで、最初は火山ですね。はい。今回はフェンサーとか抜きで1万の火山だけとなっております。はい。こいつはね、こっちのと、土地ユニットを除く、土地のユニットじゃねえな、土地を除くね、ランダムなユニットに1ダメージということで、まあ、やっぱ強いですねっていう、まあ、安定して入るわけですね。はい、2マナーなんですけど、次、イグニスですね。で、召喚者相手リーダーに2ダメージ。ね、でも相手のね、リーダーのダメージを削るっていう、ね、ことにね、特化したカードで、しかも、別になんだろう、体力と攻撃力もそんな悪くないというか、あれ、低くないというか、まあ、22なんで、まあまあ平均ぐらい。の強さですね。はい。で、次、ライフグロワークですね。こいつは、相手のユニットをね、処理する。まあ、そのメタル、相手のやってきたことに対して、まあ、処理していくっていうカードの、まあ、代表格なんですけどね。まあ、入れています。はい。で、これを相手ユニットで選べる。プラス、自分もね、ちょっと強いよっていう。攻撃力2、体力2で、まあ、破壊されにくいよっていうカードですね。はい。まあ、なんか同じ、なんか毎回同じこと言ってるような感じがしようです。すいませんね。はい。で、はい。次、こっちです。はい。なんだっけ、これ、密林の従者だっけ、はい、ちょっと読み方わかんないんですけど、まあ、こいつは、反撃って言って、その自分の体力が10以下の時に発動する効果なんですけど、味方リーダーの体力を6回復する。まあ、やっぱりね、負けそうな時に、この6回復ってすっごいでかくて、例えば、体力9とか、の時とかでも、6回復してるんで、体力15に戻るんですよ。もう2桁と1桁って全然違うじゃないですか。だから、マジで、こいつは強いです。ただ、水にしない理由は、事故っちゃうからっていうので、普通に2マナで22だとさ、相手のユニットにも相手にもダメージが与えられなくて、普通に召喚するとそんなに強くないじゃん。ぶっちゃけ2マナの、なんだ、クマがいるんだけど、そいつは2マナで体力2で攻撃力3なんだよね。その効果が見えないんだけど。だったらそっち行った方がいいじゃんってなっちゃうから、事故らないように1枚しか入れてないです。はい。で、次。こちらですね。燃焼したい。お互いのリーダーにダメージ。はい、これ強いですよね、マジで。さっきのイグニスのちょっと強い版、体力3、攻撃力2、こいつ自身も強いっていうカードで、で、これ注意してほしいのが、お互いにダメージで、例えばお互いに、体力が2以下の時で、これ召喚すると負けるの自分だから、お互いのリーダーに2ダメージだけど、自分からダメージ食らって相手にダメージ与えるから、そこ気をつけてくださいね。そう、自分が2以下の時で、相手も2以下の時にこいつ召喚しちゃうと負けちゃうんで、はい、そこだけマジで注意って感じですね。まあ、ただ全然相手にもダメージ与えられて、こいつで攻撃用で残って、相手はこいつを処理せざるを得ないっていう状況になるんで、全然強いと思います。はい。こいつも2積みです。はい、次。こいつパラディンですね。はい。パラディン。こいつは鉄壁持ってて、で、攻撃力1で体力2と。だから攻撃力はそんなにないんだけど、体力があるから破壊されにくい。フィールドに残りやすいよっていうカードですね。はい。こいつは今回1積みにしてます。はい。どっちかっていうと、その、なんだろう、相手に処理をさせる、相手にそのコストを使わせる、まあ、面目で入れたカードでもありますね。はい。で、次ですね。こっち、セグトの竜騎士。はい、こいつも強いですよね、マジで。相手ユニットに1対3ダメージと。やっぱ処理しにくいユニット。その、単体で、その、例えばドワーフとか、あと、なんだ、ドワーフの逃げたところで。ドワーフだけしか入れてないね。ドワーフだけしか入れてないから、まあ、そういうので処理しきれないやつは、こいつで処理しますよ。
まあ、攻撃力、体力1だから、そんなに、攻撃力、体力1だから、そんなに強くないけど、まあ、その、ね、エフェクトが優秀、効果が優秀なカードですね。はい、次です。はい、パンダの推進です。皆さん、パンダ。召喚時死亡時カード1枚引けるカードで、もう本当にドローソースなんですけど、このドローソー、俺結構入れないんですよ。なんでかっていうと、3万って結構でかくねってなっちゃうから。ただ、みんな思うと思うよ。みんな思うと思う。え、2マナの大魔術師甘いのーでよくないっていう話ですよね。ただ、あいつって破壊されちゃうんだよね。破壊されちゃうから、まあなんだろう、壁にもなるんだよ、ぶっちゃけ。破壊しなきゃ相手に、あれ、ね、ドロー、そのハンドでね、あれ、なんだ、アドが負ける、ハンドアド負けるっていうのがあるから、破壊すら追えないんだけど、破壊されちゃうと確定でドロー引けるわけじゃないから、今回はパンダにしてみました。はい。で、まあ、計2枚引けるんだけど、召喚時すぐドロー引けるから結構いいかなって感じ。ただ、2枚はいらないかなって思うんだよね。そう。だから今回1枚しか入れなかったっす。はい。なんか2枚入れてる人もいたんすよ。ただ、まあ俺は1枚でいいかなと思って1枚にしました。はい。はい。で、次ですね。3マナ。はい、崇拝者。はい、こいつ強いよね。攻撃2以下の相手にといった破壊する。攻撃力2以下なんで、その別にゴールド隊だろうが、そのレジェンダリーだろうか、攻撃力2以下だったら破壊できるよっていうカードで、まあ、やっぱ使えるところは、まあそのね、ダイマ術師も破壊できるし、フォースフィールドっていう、その、鉄壁1持った攻撃力0、体力7の、うざい前衛がいるんだけど、そういうのも処理できちゃうよっていうカード。なんでこれは2積みしてますね。どっちかというと処理がメインのデッキなんで、そのメタビーだからね、そのメタメタデッキなんで。はい、今入れます。はい、次、一角獣。こいつですね。こいつは速攻持ち。まあ、単純に、まあ、フィニッシャー、プチフィニッシャー、かつ、その、処理しきれなかったユニット、相手の処理しきれなかったユニットを処理する感じかな。うん。だから、その、別にそ、こいつ、なんだろう、速攻メインというか、その、フィニッシュメインじゃないから1枚しか入れてないです。これもめっちゃ迷ったんだよね。2枚でいいかなとか、なんならいらないかなと思ったら、セグと2枚の方がいいかなって。こいつ2枚の方がいいかなと思ったんだけど、やっぱね、11にして結構変わったところとかもあるから、だし、次紹介するこの雪国、雪の侵略者っていうカードがあるから、ぶっちゃけ、そこまでいらないかなと思って11にしました。はい。ということで、こっちもね、雪国侵略者の紹介なんですけど、相手1体にダメージを与えて2分の2の5分を出す。攻撃に体力2の5分を出すと。強いよね。こいつ結構優秀で、何が優秀かっていうと、相手1体だからこれ、相手のリーダー、相手の HP も削っていくんだよね。だから結構、なんだろう、フェンサーと同じ役割。フェンサーみたいに相手に1ダメージが2になったんで。ただ結構ね、このデッキ、なんだろう、相手に、その、ユニット、そのモンスターから相手の HP を削るじゃなくて、モンスターのエフェクトとか、その、スペルで削るっていう方がメインのデッキだから、こいつは結構ね、結構優秀です。しかも5分にも出してくれるからね。そうそうそう。ちゃんとスペルだけじゃないから。そのね、ゴブリンを処理しなきゃいけないから、相手もね。そう。だから、こいつは2積みします。まあ、だから、一角獣で1枚とセグと1枚にしたのもあります。はい。はい、次。ホルスです。はい、みんなおなじみホルスですね。4マナで体力3。体力3じゃない、攻撃力3。体力5。はい。優秀なカードでございます。で、ゴールドになると、こう、体力が1増えて、エフェクトがつくという。まあ、その、ぶっ壊れカードになるんですけど、まあ、それ考えるとさ、強くない？普通に。その、ゴーグルカードと比べても、あれ体力が1変わるのと効果がつくぐらいなんだよ。まあ、その効果がでかいんだけど。だからすごいね、なんだろう。まあ、スタッツとしては全然負けてないカードだね、ゴーグルと。はい、こいつは、1積みにしてます。おいと、2積みじゃねえのか、そこは。って思うと思うんですけど、どっちかっていうと、守りそんなにいらないデッキだから、このデッキ。1枚にしちゃったんだよね。最初2枚入れてたの。こうです。2枚入れてて、バーバリアンを抜いてたの。バーバリアン入れてなかったんだけど、いやー、そんな守りいらないなって、たまに欲しいぐらいだから、いたらいいかなぐらいの。だったらバーバリアンとかで出して、こいつ破壊しないと一生攻撃力上がってくよっていう方が強いかなって思ったから、11にした。またここも、セグと一緒で。セグと1ヶ月と一緒で11にしました。で、バーバリアなんですけど、こいつはターン開始時にユニット、このユニットが攻撃力2プラスするよ。だから破壊されないでずっと攻撃力上がっていくよっていう恐ろしいカードですね。これ1回だけ10超える時ありますね。攻撃力10超える時あります。本当に処理しないとまずいですね。
しかも4だから体力が。セガトで破壊しきれないから。こいつ3ダメだからね、相手に。3ダメだから、処理しきれないからマジで、優秀です。はい。はい、次です。はい、ゴーレムですね。はい、こいつがおなじみ。はい、鉄壁1で、死亡時、こいつがもう一枚出てくるような感じで。まあ、これはやっぱり、そのね、あの反動で アドバンテージ負けないように、まあ、イベントにカードでもあるし、別に3-3、攻撃力3、体力3って全然優秀なカードだから入れてます。はい。優秀です、本当に。こいつ2枚入れてますね。はい、で、ここからが結構、あの、このデッキのメインなんだけど、で、メインなのもあるし、あの、みんな、ここは好きに、あれ、入れ替えしていいよっていうカードたちなんだけど、ここからスペルなんだけど、豪華な嵐から、この灼熱弾までなんだけど、一旦このスペル無視し、一旦このスペル無視して、バロンから紹介しよう。バロン。はい、こいつは6コスで、攻撃力も体力3なんだけど、まあ、フィニッシャー、本当に。こいつは本当にフィニッシャー。うん。あの、体力5以下だったらもう、そのままね、いけるし、あの、前衛を、あの、逆にその、残ってるユニットで処理した後に、こいつで最後、止めてくるから、本当に優秀なカードですね。水見してます。はい。あと次、これ、バレン。これも2枚いいんだよね。そう、2枚にしようか迷ったんだけど、他のスペルカードも多くて、コストがね、かさんじゃうんだよね。もう1枚だけ入れると。だから1枚、1枚だけは入れたいと思って1枚入れたんだけど、これ、崇拝者とちょっと似てて、攻撃4以下の相手に言うと1体破壊する。だから、その、なんだろう。まあ、ちょうど倍だよね、うん。ちょうど倍なんだけど、その倍が本当に強くて、そうだね。崇拝者はだって3枚、あれ、攻撃力2以下。で、コスト3じゃん。だから本当に倍なんだけど、アーケロンっていうね、青文明でね、本当にね、すごい、ね、アホみたいに強いカードがあるんですけど、あ、これ見えないかな、ちょっと待ってくださいね。すぐ見せますね。アーケロン、イゲってるでしょ、多分。あ、イゲってるね。ちょっと待って。7マナでね、ちょっと頭おかしいカードがあるんですよ。頭おかしいカードがあるんですけど、こいつなんですけど、はい。頭おかしくない ?7 コスでさ、攻撃力で体力9なんだよ。このカード、マジ外役で、強すぎて。強すぎて外役なんだよ。そう、こういうカードとかも、あれ、バレンで破壊できちゃうよ。っていうデッキなんだけど、はい。あ、で、っていうデッキじゃない、っていうカードなんだけど、はい。だから、こいつは本当に強い。しかも、ゴーグルとかも、結構なんだろう、前衛で結構優秀なカードって、大体攻撃力って4以下ない。5もいるけど、5とかもたまにいるけど、大体4以下だから破壊できちゃう。っていうのもあって、全然優秀なカードね。そう。なんならこいつで、アーキロンとか割って、他のなんだろう、ね、コストが低い、攻撃力低いユニットで、相手投げるとかもできるし。だから、入れているんだったら2枚入れた方がいい。ただ、このデッキ、下見ればわかるけど、結構高コストなんですね。だから、だったらバロン1枚抜くとか、バーバディアン抜くとか、して、まあなんか、うまくやった方がいいと思う。俺はこのバランスがちょうど良かったかなって。全然変えてもいい。俺たまに変えるしね。あ、まあ、結構負けるなと思ったら、バーバリアンのところを、あれ、バーバリアンをバレンに変えてみたりとか。あ、そのバーバリアン1枚抜いてたよ。バーバリアン、あれ。バーバリアンを1枚抜いて、あれ、バレンをもう1枚追加したりとかね。もう全然してる。それは本当にその時々に合わせるって感じかな。はい。ということで、スペル紹介していくんですけど、はい、豪華な話。これ全てのアイテムユニットに5ダメ、2ダメージ。で、5コスなんだけど、5コスで、結構5コスっていうのがでかくて、5コスで2ダメージなんだよ、全員。で、例えば10あるじゃん、コストが、マックス10。で、5で、これで相手のユニット全部処理して、5でゴーレム召喚できるんだ。それが強くて、この6マナ、このね、煉獄っていうカードがあるんだけど、これ6マナで全てのユニットに6ダメージなの。確かに強いんだよ。大体のモンスターこれで全部破壊できるんだけど、それでも、何が、追加って、6マナだと4マナしか残らないんだよね。そうすると、ホルスとかバーバリアン、がしか出せないんだよね。でホルスとか出せればまだいいんだけど、ゴーレム出せると何がいいかって、こいつ結構バランスがいいじゃん。鉄壁持ってるし。破壊されにくいよね。で、次のターン残るんよ。だから、そういう意味では残したい、ね、ユニット出すには、5コスは必要だから。で考えると、まあ、煉獄も強いけど、別にこっちのに、こいつ豪華になるし、水見でも良くないって思った時期もあった。てか、そうしてた。だけど、やっぱり、相手にユニットが溜まっちゃうときはやっぱあるんだよ。手札事故ったりとかして。そういうときに、煉獄で一掃できるのがやっぱり強いから、やっぱ1枚は入れといた方がいいかなってことで、俺は1-1にした。はい。
で、次にこっちなんですけど、これ相手ユニットに1体に8ダメージ与えて、相手リーダーに2ダメージ。はい。だから、その、ユニットにしか8ダメージ与えられないんだけど、8ダメージ与えれば、大体のモンスターね、チーンってなるから、大体落ちるからね、うん。本当に強いからです。しかも相手リーダーに2ダメージを与えられる。で、4マナで相手ユニット1体に7ダメージってあるんだけど、それだと、なんだろう。火力不足なことが多いんだよね。確かに4マナで打てるっていうのは強いんですけど、やっぱりこっちの方がいいかなって感じ。8っていうのがでかくて、はい。あ、違う、4マナのやつ6ダメージか。6だったね。6だから、削りきれないんだよね。そう、破壊しきれない時あるから、絶対こっちの方がいい。しかもこれ相手リーダーに2ダメージも与えられるから、本当に強い。やっぱりこのダメージを与えていく。そう、相手の前衛とか気にせず、相手にダメージ与えるべきだから、それに関し、これに関しては2積みでいい。万円ね。万円に関しては 2積み。これは確定だと思ってます。はい。で、最後にこいつ。はい、灼熱弾。相手1体に8ダメージ。これは相手のリーダーで、まあ、フィニッシャーですね。バロンと一緒の効果ですね。で、こいつは2積みしてるんですけど、はい。こいつはぶっちゃけ1でもいいです。はい。まあ、理由は、コストがでかすぎるからっていうのがあって。うん。だって、もう、だって、2段目の最後からさ、もう5マナが出てるじゃん。これ見ると。結構高コストだから、うん。本当に1枚でもいいと思います。ただ僕は、うん、やっぱロマン法というかね。まあ、ロマン法とかもそういう言い方良くないけど。まあ、俺は、まあ、好きで入れてるって感じかな。うん。もちろん、こいつが原因で負けることもたまにあるけど、こいつのおかげで勝つこともあるから、そう、これは言えています。はい。まあ、ということで、早速使っていきましょう。あ、てか皆さん、前回ごめんなさいね。ノエソル紹介したときに全然勝てなくて、なんか、これ本当になんか、上げていいのかなっていう動画だったんだけど、本当に。けど、これもリアルだと思って上げさせてもらったんですけど、はい。まあ、ぜひね、参考にしていただけたらなって思います。あ、これちなみにこの敵の CS は7マナ一択です。はい。で、モノクロさんよろしくお願いします。で、これ高コストすぎるじゃん、もう全部からね。そうなんで、まあ、そのね、CS7 行ったかっていうと、相手に妨害を与えるデッキだからです、これは。相手がやってきたことに対してメタルデッキなんだから、それで7マナですって話ね。はいはい。で、セフラがすごい良くないと。これは、燃焼したでしょ、かな。で、多分ゴブリンで処理してくるから、まあ、処理せざるを得ないと思うから、3マナだ。3個。攻略さんはね、やっぱり破壊したいって思うよ。俺でも思うもん。うわ、破壊しないとなって思うから。ほら、バロンで破壊してきたでしょ。儲け、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 儲け。これに使ってくるからね。で、これは、とりあえずドワーフでバロンを破壊する。で、こっちの被弾を防ぐ。という感じでね、やっていきましょう。なるほど。相手も結構ね、結構破壊してくるね。そしたら、これは雪国で、パターンを破壊してる。で、ワンチャンソルジャーデッキな可能性があるから、これはソルジャーを破壊していった方がいい。特に赤と白使ってる人はソルジャーの可能性大だから、マジでソルジャーを潰しに行った方がいい。これ必須、本当に。あ、なるほどね。これ言ったでしょ。あ、またゴブリンだ。で、こいつは崇拝者で破壊しよう。こいつはね、一生上がるから、体力が。先に崇拝者で破壊しましょう。知りとなれ。あ、ちなみにエースカード来ました、うちの。灼熱さんですね。マジで優秀。マジで。おマジこれロマンデッキすぎんだよな、このメタね。けど勝てるから、マジで。これ勝てる。全然勝てるよ。それよりそんな悪くないもん。はい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 。甘いの。どう、バーガーに逃げてたかなと思ったけど。バーガーに逃げてたっけ？あ、これホールス来てくれるね。全然嬉しいですね。あれって思ったけど、どうだったっけなと思うけど。まあ、ちなみに手札の後で全然勝ってるからね。今ちょっとね、大魔術師来ちゃったから1枚足しちゃったけど、まあ、全然ここから逆転していっちゃって。で、これ次ね、一角銃でね、魔術師だけは破壊する。じゃないとね、そほらもう手札が空いてないから。これが強いよね、本当に。まず、ユニットの一角銃で破壊しますと。で、雪国で、ドアを破壊します。本当に相手、本当にね、相手がやってきたことを全部埋めたくて。ただ、これって相手が何かしてこないとこれできないでしょ？そういう時のためにバーバリアンいる。そうだ。その時のためにバーバリアンいけたんだ、俺。そう。そういう時に相手が何もしてこないんじゃ俺も出さなきゃってなるやん。その時にバーバリアン、マジ使えるよね。マジですよ、このバーバリアン。だって、破壊しないとさ、一生攻撃力上がってくんだよ。下手したら3ターン、4ターンぐらいで終わっちゃうからね。
攻撃力ね、8やからな、今だ。だいたい何もしてこなかったね。なんでだろう。で、これは、ゴブリンで破壊しましょう。で、ここでバーバリアン出します。で、パラディンは出さなくていいかな。なんだけど、パラディンまで出しちゃうと、相手の CS がまだ割れてないから、相手の CS が6マナで全部破壊するやつ。ちょっとめんどくさいから。はい、バロンね。で、バロンでバーバリアンを破壊するかどうかよ。破壊するね。なるほどね。ただよ、みんな。ただよ。ただ。これね、何が強いって、こいつがいるんですよね。はいはいはい。こいつがいるんですよ。これがいるから強い。本当に。別に上げたところで破壊できるから。さっき6だったとしても破壊できるでしょ。しかも相手のリーダーに2ダメージ。それが強い。マジで強い。見て、わかる、わかる。ブロンズしか入ってないからね、みんな。ブロンズしか入ってないからね、これ。アイラインのサーブつきましたね。で、これ怖いね。さっき使わなきゃよかったと思っちゃう。しかも鉄壁だし、こいつ。ただ、とりあえず、次のターンでこれ破壊できるから、無視で大丈夫かな。で、どうしようか。サソリを召喚しとくかもよね。いや、召喚しなくていいから。いや、召喚しとこう。召喚しとこう。あー、待って、攻撃すればよかった。うわ、ミスった、今。やべー、攻撃しとけばよかった。何やってんだろう。で、多分ね、あれ、こいつでね、ライノサウルスでね、あの、サソリの方を応援してくる。ほらね、やっぱりね。そう。やっぱね、鉄壁持ってるのと、あと、貫通持ってるから、絶対それやってる。追いつけない。ほらほらね。やっぱ召喚しといてよかったでしょ。結果オーライっていうことですよ、ほんとに。で、まあ、これ10マナだけど、こいつを破壊しますと。そろそろ終わりにしてやる。はい、で、これで、まあ結構きつく見えるけど、案外そうでもなくて。だって相手3枚でしょ、デルダ。で、多分そんな強いカード持ってないと思う。ああ、持ってた。やっべ。油断した。あれ？油断したね。うん、油断したわ。ゴール持ってんじゃん。なんだよ、持ってねえかと思ったわ。持ってないかと思ったっすね。そうだろうね。そうなるわ。うん。まあ、今の、燃焼したら召喚しなければよかったじゃんって言うと思うけど、どっちにしろ負けてたと思う。うん。いや、今のは、すいません。僕が、勝手に、ブロンズ同士だと思ってた。うん。今のはちょっとごめんなさい。ただ、まあ、全然、あれ、思ったより戦えるでしょ。あんな高校生で無理でしょって思うと思うけど、全然戦えるでしょ。全然戦えるから。はい、マゲンさんね、10031。はい、よろしくお願いします。ハロウィンさんですね。っていうのもあって。なんか最近なんかさ、動画でいいとこ見せれなすぎてんだよ。やばいよね。そこか。マジいいとこ見せられなすぎてる。ノエソル？ノエルさんのアザソルさ、紹介させてもらうと、なんか全然勝てなかったんだよね。なんでなんだろう、全然勝てなかった。メタメタのさっきのは、まあ、マジで俺がゴーグル持ってないって言ってたけど。で、これは、はい、ほら、相手が何もしてこないじゃん。で、この2体出してもさ、いや、微妙じゃねってなるじゃん、自分もこうやってるし。こういう時にイグミスがいいんだよね。あと、バーバリアンね。なんか、バーバリアンすごい来るね、今日ね。どうしたんだろう。何今日使ってほしいの、うん、バスケの仕様じゃないんだからさ、あーなんか、ごめんなさい。なんか、通知来ちゃったね。なんで通知来るんだってのか。すいません。ちょっと一回、こいつに戻しますね。はい。で、これは、まあ普通に処理しますね。アタックで。強いから、このデッキ。大丈夫。勝てる、勝てる。お、何してるかな。なるほど。あとは、クロデッキね、このね、やっぱ、攻撃力下げてくるの結構めんどくさいよね。けど、バーバリアンいるからさ、それだけじゃもう勝てないよっていう。たかがね、1下げたぐらいでね、攻撃力。上がるから、こっちだと。じゃあ、2ずつ上がってくから。ああ、感じてきたね。オッケーオッケー。けど今、だって、今のね、MD 全部処理じゃん。MD 処理じゃない。全部 MP 使っちゃったでしょ。こういうところがいいんだよね。マジですよ。で、これ2枚使っちゃっていい練習したい。全然2枚使ってます。で、なんでかっていうと、相手次5マナじゃん。で、6マナ溜まると、すべてユニットに攻撃力マイナス3、体力マイナス3をやるカードがあるんだけど、それが来なかったら全然まだ大丈夫だから。で、ウシャが来ましたね。俺、このカード本当にもう死ぬほど嫌いです。嫌いです。本当に嫌いです。で、今、バロン来ましたよね。で、バロン来たんだけど、6、7、8、8じゃん。13なんで1足りないんだよ。けどこれ使っちゃってください。もうバロン出しちゃって。なんでかっていうと、もう HP ですごいあのアドが取れてるでしょ。でプラスで
このデッキはその相手のモンスターとか前衛を無視していろいろできるカードが多いでしょ。だから全然無視できない。そう、フォースフィールド来たとこであんま変わんないんだよ。フォースフィールド来てもほら、ウシャずっと蘇るんだけど、ゴールドカード超優秀なカードで関係ない。ほら侵略者とか来るでしょ。これで終わりだもん。いやもう本当に削ってください。本当に削って削って削って、もう本当に削ってくるときは。そうだから、そういう意味でもバロンはフィニッシャーになるっていう意味なんだよね。必ずしもバロンでとどめさすっていうわけじゃないから、これが言いたかった。これが言いたかったのは、さっき俺どうせゴールなんて無ってねえよ上ってやったけど終わったけどまあこれが本来、本当にこれが大事。本当にこれ、本当にこれ、いやもうね、ダメだよね。けどさ、ああいうところカットするじゃん。例えばカットしたらさ、いやなんか、いやいいところだけやってとかなるじゃん。ダメなんだよね、そういうの。だから一応全部見せてる俺は。そう、もちろんよ、もちろんさ、うわ負けてんじゃん、こんで結局弱いんじゃんって見るのやめちゃう人もいると思う。ただちゃんと見ればさ、使い方とかもわかるし、全部見せた方が、まあ 100% ってないんだよっていうの見せれると思うから。待って、それはいいんだけどさ、レインメーカーさんって俺さ、なんかノエソル使ってる時にめっちゃ負けた人じゃない？ゴーグル使いじゃん、やっべえ、やべえじゃん、負けちゃうじゃん、イグニス。やばいじゃん、やばいじゃん、負けないように。まあ、ただこっち処理ユニットいっぱい多いからね。オッケー。うん。別にね、それぐらいはね。どうするかな？多分ね、このフェアリーデッキがめんどくさいんだよね。まあ、積極的に削っていきましょうということで5マナぐらい溜まっちゃえば相手が、あー俺この人着替えだわ。エンス持ってるわ。俺が一番欲しいカード、今この世で一番欲しいカード、エンス。うわ、ダリーエンス来た、どうしよう。いや、ちなみにエンスマジで強いんだよね、こいつ。やばくない？効果だって、ターン終了時ランダムの相手ユニット1点セダンコース。意味わかんないじゃん、強すぎん、マジで思わない？みんな待って、強すぎるよね。しかも4マナだよこいつ、4マナだよ。ありえないんだからこのカード。あと2ターン耐えなきゃいけないんだよ俺。そう、マジで耐えなきゃいけない。お、全然削りに来なかった。えオッケー。あ、なんかめっちゃ出してきた。うわー、きつー、きつい、きついけど、とりあえず全部破壊しましょう。燃え尽きるがいい。残ったよね、まあ、きつくない今の、マジきついよね本当に。俺もう無理って思った今のだけど、まあ、処理ネット多いから大丈夫かなと思ったけど、そうでもなさそう。うん、やばいやばい、死んじゃう、マジで死んじゃう。だけど、まあ、とりあえずよ、とりあえず煉獄使っとこうよって話。燃え尽きるがいい。もうね、速攻来たら終わり、マジ速攻来たら終わり。あ、終わった。はい、ジジです。あ、もうね、これはね、ちょっとね、差がありすぎる。ブロンズとゴールド、これ差がありすぎるよね。うん、マジでごめんなさい。うん、まあまあ、当たった相手が悪かったね。はい、行きましょう。とりあえず3回ぐらい、まあ今、1勝2敗でしょ？まあ3勝2敗したらいいんじゃない？いいよね、全然ね。愛と勇気さん、よろしくお願いします。愛と勇気のために、だっけ、アンパンマン。参照したらさ、全然良くない？全然いいと思う。しかもいろんな文明とやるところを見せていくっていう、やっぱね、ポジティブに考えていかないと。うん、ちょっと怪しくない？みんなちょっと怪しくない？これ怪しくない？やばいよね、やばいよね、やばいよね。俺もやばいと思うんだよね。ちょっと怪しいよね。あれ、ゴールドレンジャーさんかな？ゴールドレンジャーっぽいんだよね。ちょっともうちょい見ていこう、みんなもうちょい見ていこう。あ、うん、うん、うん、まあまあ、びっくりした、ちょっとびっくりしたね。怖いな、怖いな。破壊色？あいつ破壊色？そうだよね、もったいないよ、もちろんもったいない。崇拝者使うのもったいないけど、破壊色を怖い、怖いじゃん。あれ、なんか他の天使さ、上げるってさ強すぎる。しかも単純開始時、終了時、開始時だな、危ない。あ、出た、こいつ、こいつのノンホイシルバーじゃない？待って、これやばいね。やばいね、みんなね。やばい、ね。やばいよ。これ、処理していかなきゃ。マジでやばいと思う。やばいよね。だって2ダメージしかとやんないんだよ。どうすんのこれ。やばくない？え？勝てんくない？大丈夫。俺には燃焼したいね。燃焼したい。で、母さん、お願い。
母さん、お前よし。ああ。ただね、こっち破壊してくれてもまだ。まだね。あれだったの。ただ、いつもに帰って7もなんだよね。こいつのおかげで。最大まだ2増やされるんだね。やばくないこれ。格上すぎるよ。本当にやばい。だけど、それでも勝たなきゃ。勝っていかなきゃ。もうこいつは本当に強いよ、オシリス。オシリスは強いんだけど、こいつはなんとかするしかないんだよ。とりあえず、こっちのヒントすごい残ってるから、まあちょっとラッキーかなって感じ。いやー、8でしょ、体力。多分ね、レジェンドもうちょい、これ、ゴールドの方、あ、ゴールドの方だ、これ。あれ、オーブの、打点子オシリスじゃない方だから、まだよかったんだ。よくないけど、強いけどね、強いけど。ただ、まだ破壊できるね、未来があるから。2、3。あ、破壊できねえな。つくねこいつじゃん。まだ残ってんだよ、これ強すぎん？こうで。で。でよ。こうで。こうじゃん？こうじゃん？もう全部なくなるってって話だよ。はい。とりあえずね。いや、もう怖かった、今。レジェンド軍団が強すぎた。ただまあ、あれよ。俺手札のね、アドでも勝ってるし、フィールドのアドでも勝ってるから。とりあえずはね、大丈夫そうなんだけど。また怖いのいっぱい出てきたよ。やばくない？あ、全部出してきたね。短所読みが全部。やばい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 。ずっとプラス部やん。怖いね。これ怖いね。これは、まずよ。こいつ害悪だから。こいつだけは絶対に倒す。これがマジ重要。このカードね、ノーマルと思ってね、油断しちゃダメ。あと、これどっち破壊するか。短所より自分自身にユニットを除くから、じゃあこっちだね。そう。ライトアップ。じゃないからもね。勝ったようなもんだよこれ。ね、まあ、愛と勇気に勝たせてもらった。うん。もう愛なんてこの世にない。ああなんかそれはなんか良くないね。なんかそのひねくれてる人おるわーって思っちゃうけど。ああなんか上がってる上がってるやばいやばいやばい。と思うじゃん。こういう時に CS が役に立つんですね。サソリでどんどん赤い数字の日を。いや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 。はい。まあ、今の火山で破壊すればよかったじゃんって思うじゃん。うん、俺が気持ちよくなりたかったっけ。なんか。うん、気持ちよくなりたかった。今のはこれで負けたら本当にごめんなさい。毒出するわ。マジでそれはごめんなさい。頑張っていきましょう。まあ油断しないことがマジで重要だから。マジ油断はしないけど。これでバロンとパラリンね。でバロンで当たる。で火山がいるから別に1ダメージは消してない。相手ね、レジェンドじゃないね、今のゴールドね。ゴールド結構多く。カード。最悪なんだよね、こういうカードマジで。強すぎるんだよね。貫通鉄壁地でしょ。ってことは、これは、貫通なの？貫通やばいね。これは、一旦よ。一旦、バーバリアン出しよう。なんでかっていうと、バーバリアンを破壊させに行く。これしかないと思う、勝つ方法。で、火山2枚来たからラッキー。で、俺の案は、これ、ケテルって多分ね、あれなんで、バーバリアン破壊してくるんだよ。そしたら、全体で破壊するか、あ、待って、鉄壁持ちか。きついな。どうする？あ、あれ？あ、なるほど。なるほど、なるほど。相手多分俺のこと甘く見たね。多分、ナメプだね、今の。今のナメプなんだけど、バーバリアン破壊すればよかったじゃん。けど、こっちは破壊してきたから、多分勝てる。魔炎で、まず破壊します。邪魔だ！死亡時も破壊されるね。オッケー。けど、これで破壊できるんだって。オッケー。これでオッケー。で、これは、火山で破壊できるから、それで相手のビーダーに取るね。オッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？格上にも全然勝てるとこ見せれるよ、これで。相手をしてやろう。おでん強いんだよね、マジで。マジで俺に強いと思う。あれ、どうやって処理する？きつ。きつくね。おでんを処理できないと負ける。だけど、まあ、ホルスでとりあえず、なんかうざいかな。で、でよ。ここよ。まずアタックね。あ、来た。これで、まあ、火山あったよ。あったけど、今のは、まあ、どうしようもない。いやー、だって、パラディンはね、強いからね、残しておいた方がいいんだよ。フィールに残るから。勝ったんじゃない？勝
ったんじゃないことは。待てよ。3、4、7、1足りねえんだな、これが。1足りねえんだよ、これが。ちなみにミネッティ、これバロン来たら終わりだよ、これ。バロン来たら終わり。マジでやばい。これ勝てる可能性あるんだよね。まだね、油断はできない、本当に。相手をしてやろう。あぶね、4マナでしょ ?4 マナだから。大丈夫だね。勝った。OK。勝った。あ、まだわかんないな。待て、落ち着け。これが、これ破壊するじゃん。OK。GG。皆さん、こういうことですよ。やっぱり。こういうこと。やっぱ、めっちゃ確認じゃなかった。だって、ほぼゴールドでしょ?勝てちゃうんだよね。メタメタデッキ。でも2勝2敗でしょ、今。あと1回勝てば終わりだよ。ね、終わり。うん、これで、俺が、これすごい強いよってことが実証される。実証?うん、まあ、ね、証明されるということで。はい。まあ、最後1回勝って終わってこいよ、気持ちよく。見た今の。ね、マジで。こういうことよ、マジで。ゴーグルでも大丈夫、みんな。勝てる。大丈夫だ。自信持て。あれ。なんか、いろいろ言いすぎてさ、あれ、なんか、マッチングしなくなったんだけど。どういうこと?あ、来た。オッケー。最後の一戦が赤だね。赤同士。一番最初負けたからね、赤同士で。ちょっと、ここでリベンジってことで。ワッフルのサインよろしくお願いします。まあ、さっそく殴って前に打ったけど。で、先行だから、火山をとりあえず、出します。で、なんかよく言われるんだけど、火山先出さん方が良くないみたいな。相手のターンに、相手がなんか出してきたら次のターンに出した方が良くないって結構言われるんだけど、これ牽制にもなるし、次のターンさ、だって他のやつ出したいじゃん、普通に。で、一番もったいないから、だったら先に出した方が俺はいい。まあ人によるんだけどね、出さない人もいるよ、もちろん。だから俺は出した方がいい。だし、ケースバイケースだしね。で、これはイグニスを紹介します。で、燃焼したいでもよかったんだけど、まあ様子見だね、とりあえず。それくらいだ。やバロンが来ましたね。今バロンでね、火山にでもよかったんだけど、どっちでもよかったの今。よく燃焼したいかな。限度でバロンは勝手にやっぱさせていく。いいね。次のターン燃焼したいで結構削れると。で、手裏にね、こいつも来たから。あれ、従者来たから、こいつ、だから体力で結構負けそうになっても、まあ、生き返るよ。甘いのが来たじゃん。で、手札のアドでもう余裕で負けるから、まじ崇拝者で。崇拝者破壊しちゃう。死となれ。エンド。で、はい、最後の原始者来たね、灼熱だ。で、バロンも来てる。すごくない？もうフィニッシュも手札に全部ある。はい、ゴーレム。はい。で、ゴーレム来たから何なんだって話ですよね。ただ、ゴーレムで多分ね、火山は絶対破壊されちゃうから。まあ、それはもうしょうがない。次何出してくるかだよね。何出してくるかな。あ、ドワーフか。なるほどね。ちょっと怪しくなってきたね。どうしようか。ここはバロンで、とりあえず殴ろうか。で、次相手が何か出しつつ、ゴーレムでバロン破壊してきたら、俺はこっち打つ。それがいいと思うんだよね。これくらいなら全然いい。結構出してきたでしょ。結構出してきたんだったら、あ、もう結構勝ち決まったから、これで。どういうムーブかっていうと、バロンでもう一回ダメージ与えます、灼熱8ダメージ与えます、イグニスで2ダメージで終わりなんだよ。だからもうこれはもう別になんとでもなるなって思って今。だこれ今ゴーレム破壊してもいいし、しなくてもいいから、とりあえずこっち使いましょう。 CS で破壊して、こっちも破壊してみた。でゴーレムこっち破壊してくるから、ゴーレムは鉄壁持ってるから、ササビをね、あれ倒すね、結構有効な手段だから、多分、あー違うね、そんなことやってこないね。オッケー。あ、いっぱい出してきたね、いいね。これいっぱい出してきたところに、やっぱり、ね、煉獄ぶち込むのが一番いいかな。ちなみに煉獄ぶち込みます。で、イグニスで先にダメージ与えます。で、バロンで速攻やって、最後、火炎の灼熱弾って終わりかな。が理想、相手が回復してこなかった。追いつけるのいい。だから回復してくれる可能性も全然あるからね、そこだけ怖いけど。で、ソルジャーでもそれだったら勝てないから、
バロンでアタックします。で火山召喚します。でまだなんだろう、長期戦望むぞっていうのをすごい見せるのね、これで。で相手も重視したらめんどくさいけど、多分いないからゴーエムでしょ。ほら皆さん、こういうことですよ。もう心理戦ね、これは。これめちゃめちゃ心理戦だったね。うん、心理戦だった。だから、こういうことなんだって。こういうことなんだって。ここでやろう。じい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 。皆さん、どうですか ?3 勝2敗だったら文句ないでしょう。勝ちました、勝ちました。いや皆さん、マジでこのメタメタデッキおすすめだよ。本当に。もしかしたら、他の人と被ってるかもしれないけど、多分、みんな考えると思うんだよね、このメタメタデッキ。多少みんなと違うかもしれないけど、みんなね、このスペルのところは一緒だと思う。か、なんかちょっと俺と違うか、灼熱は一番印象があればすると思うけど、まあ俺はこのデッキでやってます。で、まあなんだろう、まあ上のね、1マナから2マナとか、なんかその崇拝者とか、なんかそのさっき俺が説明したようなダメージ系以外は結構自由枠なんで、まあそこは自分で変えてなんかいろいろ楽しんでみるね、ありかもしれない。やっぱその人によって攻め方違う人もいると思うし、例えばそのバーバリアンとゴーレムとバロン全部抜いて、もう前衛全部攻めまくってダメージだけで相手を倒すとかいうのもできるし、まあ、結構やり方はそれぞれだと思うけど、ベースはこれでいいと思うんで、みんなここからいろいろ改造してみてね、ベースペのを楽しんでみてください。最後噛んじゃった、かっこ悪い。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、他の YouTube チャンネルとかもやってるんで、概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、また次の動画まで。んーじゃあね。